こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今こうたくさん備蓄しといた方がいいとかって言いますよね。それでたくさん入っていた豚の細切り を買ってきたんですね。でもうちは今2人家族なので、そんなにたくさん大きなのはいきなり使わないけど、備蓄っていう意味ではいいかなと思って、でまな板でこう何しろ少し小さくも先に切って、まあ細切れなんだけどもうちょっと包丁入れて切りました。それでこれはだいたい入っていたのが 484g なので、全部が 120g ぐらい、だいたい適当なんですけど4つに分けて、そしてラップでくるんでいきたいと思います。なるべくですね、使うときに使いやすいように私はこう平らに伸ばして、そして冷凍していきます。ラップにくるみますね、こういう感じ、なるべく平ら。それで切ってあるので冷凍したまんまフライパンに乗せればね、それで焦げ色がつくまで裏返さないというやり方をすれば非常に使いやすいですね。あと、まあ、このまんま豚汁の中に放り込んじゃうとかね、味噌汁の中に入れてしまえば野菜と一緒に、そしてゆっくり煮ればね、もうそれで豚汁にもなるしね、もうなるべくちょっと平らにして冷凍、すぐ冷凍できるように、また解凍もしやすいように平らに伸ばして冷凍しています。これね、やっぱりちょっと最初にいくら細切れであっても包丁で切っておくとね、後の扱いがとっても楽ですね。あんまり固まってるとね、フライパンに乗せても汁ばっかり出ちゃうんで、なるべくこう平らかにして、そしてね、こんな風にして4つ平らかにお肉をしますね。それで冷凍していきます。でなるべくこう、まあ、これだけだとちょっと心配なので、もう一つこういうぴったりなサイズの袋に入れていきます。ラップでくるんでいるので2つずつぐらい入れていきましょうかね。まだ入るけどこのぐらいで、それでピチッと入れて、まあ、皆さんどういう方法をしてるかわからないけど、私はこのお肉を冷凍するときはなるべく切っても使いやすいようにします。なんか細切れでもね、私は切った方が使いやすいのね。でこんな感じで、そして今日の日付入れていきます。今日は4月6日です。こんな感じで平らかにして、ちょっと平らなところで急速冷凍のところに入れます。で急速冷凍、まあ、冷凍になって平らになって冷凍したら、平らに冷凍したら今度立てて冷凍庫に入れやすいのでおすすめです。このたらこ買ってきました。これはこれもね、1腹ずつくるんで冷凍します。
これ私、まあ、これ焼いておにぎりに入れたりご飯の上に乗せて食べたりしても美味しいので、まあ、すぐ使ってもいいんですけど、今日はちょっと冷凍するという話 で、これね、たらこの、私たらこと納豆のスパゲティっていうのをよく作るんですけど、これ2人で1腹ぐらいなんですね。なのでちょうどこのたらこも1腹ずつ、書いて冷凍しておくと、まあ、安心ですね。古くしないし、でこういうなんか危機的な世の中の状況がちょっと落ち着いたらね、どんどん使っていくようにしながら、姉とか、まあ、冷凍なんかとっても嫌だって言うんだけど、そうは言っても少し冷凍があると安心じゃないですかね。はい、こんな感じでたらこ、たらこも私スパゲティもすごく好きでよく作るんですね。その時にレモンの汁と和風だしでタレを作るんですけど、こんな感じでたらこも平らに入れときます。ここに日付を書きます。6日4月、昔順番が逆になっちゃった。これも冷凍しときますね。これはよく日常するんだけど、キノコをちょっと種類冷凍しときます。これ半分ぐらいで、これはバラバラでいいね。こっちの部分ですね、少しほぐします。冷凍もうまく冷凍しといた方が便利に使えますね。あと椎茸、椎茸も道の駅ですごく安かったので買ってきました。大きさが大小あるけど気にしないで、いろんな大きさがあったけど、しいたけを切って、で面倒でも私はね、1回分っていうか大体小さくね、でこのラップでくるむのがいいと思うんですよね。こんな感じで炒め物とかちょっと味噌汁とか椎茸1回分ずつくるんでね、その方が後から使いやすいんですよ。
るべく平らにして、まあ量はいろいろでも、炒め物に入れたりできるので、前はあのキノコミックスみたいなのも作ったんだけど、それもまたいいけど使いやすかったり使いにくかったりなので、しいたけはこれを4つ1つの袋に入れて、ここにまた日付書いときます。これで冷凍します。えのきさん、これもねやっぱり、まあ鍋だったらねこんなの一つ入れちゃうんだけど、しようかなと思って味噌汁に入れるんだったらちょっと二人なので、これ一人暮らしの人も多分こういう風にして自分一人分のキノコを面倒でも分けとくとね、後ですごい楽だと思います。一人だったら5分ぐらい、あ、お鍋にするなら別だけど、1人だったら6個分ぐらいに分けとくといいんじゃないですかね。こんな感じです。これで例えばお豆腐と豆腐にこれちょっと入れたりして、さっきの椎茸入れたりして、それで味噌汁、きのこのね入った味噌汁、すごく後の料理で時短になるので、こうやっておくと本当に私は便利だと思います。特に人数が少なくなってからそう思います。まあ、バラバラになってるのも売ってるでしょう。これは3回分ぐらいでいいね。ちょっとほぐします。まあ、こういう風にキノコがなってると、例えばパスタソースとかね、なんか作る時もキノコがすごい使いやすいので、ちょっと丁寧にほぐしておきます。あと、まあ、キノコ買ってきて全部あの蒸して塩して、それでタッパーに入れといたりもしています。そうするとサラダの上にどんどんキノコを乗せて食べれるので、まあ家族によって多い人はそんなことしなくてもいいかもしれないね。まな板をきれいに洗いました。それからピーマンちょこっと使いたいとかいう時に、炒め物とかね、このピーマンもこうやって切って、で今これ2個分だったから半分にして、ちょっと例えばキャベツと炒めるとかいう時に、このちょっとピーマン入れたりするといいでしょう。だからピーマンも切って、これ
いつまでも置いといてなんかシワシワになっちゃうと忘れて冷蔵庫で、それよりはこうやってした方がいいかなと思ってる。思いもよらずピーマンが冷凍庫に入っていて便利だったっていうこともたまにあるんですよ。だから牛肉とこう炒めてもいいじゃないですかね。こんな風に書いて、さらに驚かれちゃうのはきゅうりです。とかきゅうりって冷凍できるのって思われるけど、きゅうり冷蔵庫でズルズルにしちゃったことないですか？傷ませて。ちょっとね、まあ、バリバリサラダで食べちゃえばいいのかもしれないけど、ものすごくたくさんきゅうりをいただいた時があったらこうやったりして、これ酢の物にするんだったらもうこれで十分なんです。冷凍のまんま小鉢にちょっとこのきゅうりを入れといて、それでね甘酢をかけて、それでおかかでもかけとけば、ちょっと早く一番最初に食卓に出しとけばね、もう全然冷凍であったことがわからないの。それで塩もみをしなくて全然 OK なんですよ。なので私はたまにこのきゅうりはこうやって刻んで、もう3本だったから3本分だけど、これわかめを戻しといて、きゅうりとわかめの酢の物なんかもそのまんまわかめと一緒にあえて、それでお酢とか入れとくと、もうそれで冷凍してあった感じはわからないね、多分。そのぐらい大丈夫です。なので、このきゅうりも、まあ、時短になるんですよ、料理も。だからちょっと時間のあるときに、こういうことをしておくと、はい、きゅうりも冷凍しときます、はい、便利に後で使うために、肉や野菜を冷凍する、キノコとか、冷凍するという動画を撮りました、備蓄とか言って家に食べるものを置いとかなきゃいけないけど、どのぐらいとか不安じゃないですかね、たくさん買ってきても。なのでこうやっておくと日持ちがとてもするし、使いやすい、後から時短になります、料理の。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。友達からまたネギをいただいたので、これはきれいにお掃除しました。